砥部町大南の砥部焼伝統産業会館では、砥部焼唐草模様を生む工藤昌司遺作展が開かれています。2019年に逝去した工藤さんは、砥部焼の模様の代名詞ともなっている唐草を生み出した人物です。昭和49年には春秋窯を設立、数多くの作品を制作してきました。今回の遺作展では、昭和30年代から平成にかけて手掛けた陶磁器やデザイン原画など、およそ160点が展示されています。まあ、ひょうきんなところもあれば、非常に頑固なところもあり、しょうがないところもありましたけれども、まあ、全体的に言うと武骨ながら頑張った人だなと思いますね。生涯にいくつか代表的なあの文様、あのデザインを考案したんですけれども、それがそんなに多くはなくて、あの菊絵とか唐草とかザクロとか、そういういくつか自分がたくさんあの絵を描いて考案していく中でいくつかできたのがあって、それがこう絵付けで置かれてるんですけど、その人間がそのある一定の期間生きてこのぐらいのものをこうひらめいて作ったんだなっていうのが確かめるというか、考えにふけるというか、そういう楽しみ方じゃないかなと思いますね。特に好きなのはあのザクロでしたね。あのうちに生えてるんですけど、あれが結構一番好きだったんじゃないかなと思いますね。この砥部焼唐草模様を生む工藤昌司遺作展は10月16日日曜日まで、砥部町大南の砥部焼伝統産業会館で開かれています。